路上マジックテクニシャン。今日集まりが悪いな。君だけだ。ああ。今日はじゃあ特別に君だけに向けて、ええ、一対一でマジック披露しようかな。ありがとうございます。路上マジックテクニシャン。路上マジックテクニシャン。すげえ。ここに低い、はい、すげえ。500円玉があります。はい。よく見て。はい。500っていう数字が上に来てます。はい。はい。今これを閉じます。はい。今500っていう数字上に来てますよね。はい。路上マジックテクニシャン。おっ。おお。ほっ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 。ラジオマジックテクニシャン。いきますよ。さっき何が上に来てた？え、500。いくよ。ほら。え、すみません。何？いや。なんだよ。何？なんだよ。いや、しょ。おい。なんだよ。何？いや。何？なんだよ、なんなんだよ。しょぼいな。何？なんなんだよ、何？何？なんだってた？いや、なんつってた？なんつってた？しょ。ひどすぎる。そんなの。なんつ言おうとしてた今。おかしすぎる。なんて言おうとしてた。なんつってた。そんなのおかしい。なんつって言おうとしてた。しょ。危ねえ。危ねえ。しょぼい。ああ。あまりにもしょぼすぎる。路上マジックテクニシャンって言うタイミングだからフォーマットはしっかりしてるのにマジックがしょぼすぎる。あんだけやるんだったらせめてもうちょっと早くひっくり返せないと。フォーマットだけしっかり考えだろ。もう殴っても殴り足りないぐらい言われてる。絶対殴っちゃダメ。ここに今500円玉は確かに存在してますよね。いきます。いやいや、絶対に言わせない。こんにちは、ジャルジャルの福徳俊介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみてぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバーイ。ジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる。おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ。このジャルジャルに興味あるネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い、そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー。